こんばんは。ロサンゼルス日系コミュニティのニュースと情報をハリウッドからお届けするソーカルジャパン、司会の手島理香です。それでは早速今日のラインナップをご覧ください。今週の日系ニュース、まずは共同貿易の日本食とレストランのエキスポ、写真家原美希子さんの講演、そしてハローキティの展示です。特集です。今週はミシュマシュミッション、パンプキンアートに挑戦です。ローカルイベントのお知らせ、そして今週の占いもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日経ニュースです。まずは毎年恒例、共同貿易の日本食とレストラン業界のための見本市です。ご覧ください。10月11日、日本の食材やレストラン企業を輸入販売する共同貿易が開く第26回ジャパニーズフード&レストランエキスポがパサデナで開催されました。この日本食や調理器具の見本市では、日本食を取り扱う外食関係者や小売業者などへ最新のトレンドが紹介されます。昨年、和食がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを受け、今年はアメリカでも日本食への関心がさらに高まっているようです。アメリカのですね、ディストリビューター、要するにアメリカ人のレストランに納めているレストランサプライ、こちらの方がね、非常に関心を日本食に対して持って自分のビジネスに取り入れたいというインクワイリーが非常に増えました。これから日本食が流行るだろうから、一つ日本食というのを研究しようと、こういう気持ちになられたんじゃないですか。さらに注目されているのは日本のお酒。今後アメリカでもワインやウイスキーと肩を並べるまで伸びるのではと期待され、日本の酒蔵50社がブースを出展しました。地酒はここの20年30年大きく伸びてきて、一つの大きな市場ができておりますね。で、今我々が力を入れているものの中にですね、一つは焼酎があるんですね。アメリカでお酒の次に焼酎のブームを作りたいと。やはりまだ焼酎というのはアメリカ人の皆さんに馴染んでないので、まずは飲んでもらうということが必要だと思うんですけどもね。そのために今日はいわゆるカクテルコーナーというのがありまして、まずカクテルのベースとして焼酎を使っていただいて、まず気楽に飲んでいただこうと。で、それがこういう焼酎だよっていうことで、まあ、焼酎のその需要にね、結びつけていきたいと、こういうちょっとアイデアでやってますね。その他にも、今年初めて紹介された自然界から抽出された食品添加物、トレハロースのワークショップや、和包丁や和食器など、日本食には欠かせない器具の販売もありました。年々規模が拡大しているこのエキスポ。今年は過去最高の2200人が訪れ、終日にぎわいを見せました。はい。今後は地元のレストランやバーでも日本酒や焼酎を見る機会が増えそうですね。さあ、続きましては写真です。注目の日本の女性写真家がロサンゼルスを訪れました。ご覧ください。10月9日、国際交流基金ロサンゼルス日本文化センターで、写真家原美希子さんの講義が行われました。現在 J. ポール・ゲティ美術館で開かれているインフォーカス東京という写真展でも原さんの作品が取り上げられています。作品が一人歩きして海外まで飛び出していったということは、自分でも驚きなことだと思います。1930年製造のアンティークなカメラで何気ない日常のスナップショットを撮り続けている原さん。その独自のスタイルは近年海外でも高く評価されています。もう言葉になっている状態でこういうメッセージを伝えたいとか、こういうテーマを伝えたいっていうことはあまり考えないように、で、どちらかというと見た人に委ねるというか、その人その人の記憶の断片に何か共振していってくれるものがあればと思っています。この日はおよそ30人が聴講しました。ゲティ美術館で原さんの作品が見られる写真展
インフォーカス東京は12月14日までです。さて、次は大人気のハローキティの展示が全米日系人博物館で始まりました。ファンの方必見です。どうぞ。今月11日からリトル東京の全米日系人博物館でハローキティのスーパーキュートな世界と題した企画展が始まりました。今年で誕生40年、日本のポップカルチャーの代表的存在ハローキティ。企画展ではこれまであまり公開されることのなかった貴重な商品など世界中から集まった500点以上のコレクションが展示されています。中でも様々なアーティストがキティちゃんをモチーフに手掛けたアート作品、そしてあの大物歌手レディー・ガガが実際に身につけた衣装は必見です。皆さん、キティちゃんの身長がリンゴ5個分だということを知っていましたか？今まで知らなかったキティちゃんの新しい一面や40年の歴史を見ることができます。 This year celebrates Hello Kitty's 40th anniversary and she has had an incredible heritage and legacy and we thought this would be a great celebration of her. So it takes you through not only the exhibition itself, takes you not only through her retrospective, her history, but also talks to you about the interpretation of her amongst many of her fans and followers and artists. And so this has become really a celebration of just Hello Kitty. ハローキティのスーパーキュートな世界は来年4月26日までです。以上ニュースでした。 CM の後は私手島が与えられたミッションにチャレンジするミシュマシュミッションのコーナーです。今週は私手島理香が与えられたミッションにチャレンジするミシュマシュミッションのコーナーです。今回はハロウィンの季節にぴったりなあることを学んできました。ご覧ください。あ、かわいいですね。かもめちゃんハロウィン仕様になってますね。さあ、じゃあ今回のミッションはハロウィンの準備をする。これは飾りを作ったりカービングしたりとか。うわ、またどうしよう、今回も帰れなかったりして何があるんでしょうかね。お、あ、わ男性が立ってますよ。 Hi, I'm Rika. My name's Doug Goodrow. Why are you staying here? I'm here to scare you. No, really? Actually, I'm here to do some pumpkin art. Pumpkin art? Yes. So, your mission today. お、大きいですね。 So big one. Is to do some pumpkin carving. Mm. And come up with something. わー、すごい。てっきり普通のジャックオーランタンを作るのかと思っていたら、今回私が挑戦するのはパンプキンアート。可愛いヒゲがチャームポイントのダグ・グッドローさんは、考古学者という職業の傍ら趣味でカービングを始め、この時期になるとさまざまなイベントに出向きパンプキンアートを披露しています。ダグさんの作品はカービングした後、かぼちゃをペイントしたり、人参などの野菜をつけたり、オリジナリティにあふれています。さあ、洋服も着替えて、もうこれでしっかりパンプキンのデザインをね、これから教えてもらえる準備ができました。まずは気になるかぼちゃの選び方から。ポイントは3つ。1、皮が厚いもの。2、見た目よりも実際に持ってみたときに重いもの。そして、Don't be afraid to experiment with different colors. Oh, yeah. And this has, I don't know what I want to do with this one. It just looks very interesting to me. 3つ目のポイントは、自分が気に入ったかぼちゃを選ぶこと。ダグさんは、面白い形や珍しい色をしたかぼちゃを見つけ、素材を生かした作品を作ります。また、道具は、果物ナイフや彫刻用のクレイループなどを使います。こちらがクレイループ。いろいろな形があり、ホームセンターやアートショップで手に入れることができますよ。かぼちゃも道具も揃ったところで、今回は簡単なお化けをデザインすることに決めました。
まずはかぼちゃに下書きするのかと思ったら、I usually don't like to use anything to draw on the pumpkin because that then you start to stay within those lines. It's more fun, I think, to just use the features of the pumpkin. ということで、いきなり。And just start. Oh. そんな一気に。And then. 下絵などは一切描かず、自分のイメージのまま自由に彫っていくのがダグさん流。可愛いゴーストちゃんの完成をイメージしつつ、私もカービングスタートです。まずはクレーループの角をうまく使いながらお化けをかたどっていきました。で、難しい。 It's very hard to use. Make sure and curve this around. Kind of 大胆な彫り。Kind of fold that in. Maybe push this back. Uh-huh.ゴーストの体の周りを深く掘ることによって陰影がつき、キャラクターを立体的に見せることができます。形を作るのは簡単なんだけども、顔を怖くしたりとか表情を作るのがちょっと難しいですね。目や口はゴーストの体の縁よりもさらに深く掘ることで影ができ、より怖い顔になっていきます。だんだんできてきてますよ。だけど私はなんかちょっと可愛らしいゴーストを作ってたんですよ。おててとかもね。あですが、あのすごいほなんかホラーな感じの、お化けに変貌しつつありますよ、これは。思うがままに手を動かし、時間を忘れて掘り続けました。できました。では重たいので、せーの、よっ。あ、本当に重たい。よいしょ。どうでしょう。どうですか。想像していた可愛いゴーストちゃんとは全く違った結果になってしまいましたが、ちゃんと立体的に見えますよね。中をくり抜いて明かりを灯すと、深く掘った目や口から光が透けて、ますます怖い表情に。ハロウィンらしいパンプキンアートの完成です。先生がシュッ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 って切っていくので、先生のように合わせてやってみたらもう気持ちよかったです。いかがでしたでしょうか。最初に下書きをしないで一気に掘ってくださいと言われた時はさすがに戸惑ったんですけれども、だんだんと大胆に掘ることができて、大胆に掘れるようになるとどんどん楽しくなっていきました。自由な発想で楽しめるこのパンプキンアート、今年のハロウィンにぜひチャレンジしてみてください。そしてダグさんは今週末カラバサスのパンプキンフェスティバルに参加されています。そこで彼の作品を見ることができます。以上、ミシマシュミッションでした。次はパブリックアナウンスメントと今週の占いです。続けてどうぞ。林染色教室作品展が10月25日土曜日と10月26日日曜日午前11時からリトル東京の聖フランシスコザビエルカトリック教会にて開催されます。お問い合わせはご覧のところまで。長唄三味線落語の発表会第3回日本伝統芸能文化大会が11月2日日曜日午前10時30分からトーランスのホリデーインにて開催されます。入場は無料ですが予約が必要です。お問い合わせはご覧のところまで。高知県特選食品アンテナショップが11月8日土曜日までトーランスの三和マーケットプレイス特設売り場にて開催されています。柚子やカツオなどを使った高知県の特産品が並びます。お問い合わせはご覧のところまで。
占いが気になる方は UTV のウェブサイトからアプリをダウンロードしていただくと、詳しい占いがいつでもチェックできるようになります。ソーカルジャパンは UTV のウェブサイトでもご覧いただけます。こちらのアドレスをチェックしてみてください。それではまた来週お目にかかります。ごきげんよう。さようなら。